こんにちは、カオルです。老後に備えて資産運用をしようと思って積み立てNISAを始めても、どれくらい増えるのか想像がついていない人も多いんじゃないでしょうか。金融庁のNISA特設ウェブサイトのページに資産運用シミュレーションというのがあるんですけど、実は積み立てNISAの本当の凄さを知る上ではこれはあんまり役には立ちません。ということで、今日は積み立てNISAの真実のリターンを検証していきます。節約マスクのお金の話。金融庁のシミュレーションは普通に資産形成を考えている人が参考にする分には全く問題はありません。毎月の積み立て金額と年間の想定利回りと積み立て期間を入力すれば、指定した積み立て期間が終了した時点での資産額が自動的に計算されます。例えば毎月3万3000を積み立てながら年率 5% で20年間運用すれば1356万円の資産が作れることがわかります。積み立て投資を続けたら何年後の時点でいくらの資産を貯めることができているかというシミュレーションをするのであれば、このツールを使えばいいと思います。ただ積み立てNISAの本当のリターンを知りたい場合は別のシミュレーションを行う必要があるので、その理由を説明していきます。まず積み立てNISAの基本的な制度として、2042年まで毎年40万円を上限として投資をすることができます。そして各年に投資をした分は20年間非課税で運用することができます。なので2018年に投資をした分は2018年を含めた20年間、2037年末まで利益を確定しても税金が発生することはありません。同じように2019年に投資をした分は2038年まで、2020年に投資をした分は2039年までっていう感じで、非課税で保有できる期間は1年ずつ後ろにずれていきます。そして現状のルールでは、積み立てNISAで新規で投資できる期間は2042年までになっているので、その最後の年に投資をした分の非課税期間が終わる2061年が積み立てNISAの終わりということになります。ということは、金融庁のシミュレーションで計算した20年後の時点での資産というのは、積み立てNISAのリターンを正確に出すことはできていないわけです。なぜなら来年投資した分は21年後まで積み立てNISAで運用することができるし、再来年投資した分は22年後まで運用ができるし、2042年に投資をした分は2061年まで運用ができるからです。じゃあ今は2021年だから2061年までの41年で設定すればいいんだねって思うかもしれませんけど、それも間違いです。積み立てNISAで新規に投資ができる期間は2042年までなのに、その設定だと2061年まで毎年投資をしていることになってしまいます。積み立てNISAとの比較に関わらずなんですけど、こういう積み立てシミュレーターの良くないところは、ずっと同じ金額で積み立てを続けている前提で、ある一定の資産額とかを計算するツールになっていることです。もちろんそれはそれとして参考にはなるんですけど、実際は目標金額とか定年する年齢とかが近づくにつれて、積み立て金額を減らしたり新規で積み立てるのはやめたりすることが多いと思うので、理解した上で使うのがおすすめです。で、じゃあ積み立てNISAのリターンはどうなるのさっていうと、1年単位で考えれば分かりやすいと思います。例えば2021年に積み立てNISAを始めたとして、上限の40万円まで投資をして2040年まで20年間寝かせていたとします。その20年間の平均利回りが 5% だったと仮定すると、1年目は40万円 ×1.05 で42万円になって、2年目は42万円に 1.05 をかけて、3年目はそれにさらに 1.05 をかけてっていう感じの計算で、何年後かの金額を出すことができます。ということは、20年後に元本の40万円は40万 ×1.05 の20乗で106万円くらいになります。そしてこれは2021年に投資をした分だけを計算しているだけなので、2042年まで同じペースで続けたとすると、これと同じものが22本あることになります。つまりこの条件での積み立てNISAの本当の運用成績は、それぞれに22をかけて投資元本880万円が2334万円に増えることになります。素敵ですよね。
通常の口座だとここから税金が300万円近く引かれるんですけど、積立NISAの場合は非課税で丸々自分のお金にすることができます。平均利回り 5% っていうのはそんなに突飛な数字ではないので、老後資金として年金以外に2000万円が必要だって言われている問題は積立NISAだけでも解決できるかもしれません。ただ念のために利回りがもっと低い設定でシミュレーションしたいとか、年間40万円も投資する余裕がないから20万円で計算したいとか、二重乗とか計算するのめんどくさいとか、いろいろな人がいると思います。そこで条件を入力して積立NISAの純粋なリターンを計算するツールを作ってみました。使い方は簡単で、積立NISAを開始する年と年間の投資金額と想定利回りを入力して計算ボタンを押せば結果が表示されます。例えば2023年から積立NISAをスタートして年間20万円を平均利回り 4% で運用した場合、1枠あたりの成績は元本20万円が43万円になります。そして2042年までで20本の枠があるので、積立NISA全体での成績は元本400万円が876万円になることがわかります。概要欄にリンクを貼っておくので、積立NISAのリターンがシミュレーションしたい場合は活用してみてください。ツッコミ対策に一応補足しておくと、今回行っている計算は説明を楽にするために40万円を年初で一括投資しているような設定になっています。実際は毎月投資をする人が多いと思うので年利を月利に変換する必要があるんですけど、その計算は複雑なので省いていることをご了承ください。ということで、このシミュレーションで積立NISAは長期の資産形成においてかなり役に立つことが分かりました。ただシミュレーションっていうのは機械的な設計なので、実際に投資をする上で理解しておかなくてはいけないことを4つお話ししておきます。まず、積立NISAは投資なので絶対にプラスになるという保証があるわけではありません。私は先進国を中心とした株式は20年後ほぼ確実にプラスになっていると信じてますけど、そこには何の保証もないので、自分のお金を投資に回す以上はマイナスになってしまう可能性もあることは理解しておく必要があります。そして2つ目、毎年 5% きれいに上がってくれるわけではありません。20年くらいの長期で見た場合、積立NISAで投資できる株式インデックスファンドの平均リターンは 5% くらい今後もあると私は考えています。ただ過去の成績を見ても分かる通り、年間のリターンが 5% 前後になることはそんなに多くはありません。いっぱい上がる年もあれば、いっぱい下がる年もあって、平均は 5% 以上にはなると思うっていう予想なので、1年でめっちゃ上がったからといって喜ぶ必要もなければ、下がったからといって怯える必要もありません。トータルで見ればそれなりの成績に落ち着くはずなので、運用成績なんて見ないで漫画でも読みながら20年間が過ぎるのを待ちましょう。ちなみに私は今ワールドトリガーというアニメにハマっていて、漫画を買おうか真剣に悩んでいます。そして3つ目は、枠単位で見ても同じリターンが得られるとは限らないということです。40万円を投資して 5% の利回りで運用できれば、20年後には106万円くらいになるって言いましたけど、実際は80万円くらいになる年もあれば130万円になる年もあって、平均的に106万円くらいになるイメージの方が正しいと思います。過去の成績を見て考えてもらうと分かりやすいと思うんですけど、例えば20年目が2008年だった場合と2009年だった場合じゃ成績はだいぶ違ってきそうですよね。そしてこれに関連して覚えておいてほしいことの4つ目は、積立NISAは必ず20年目に売らなければいけないわけではないということです。例えばもし2008年が20年目だったとして、19年目の2007年までは40万円が100万円に増えていい感じだったのに、最後の20年目でマイナス 36% になってしまって64万円に目減りしてしまったとします。積立NISAの非課税期間が終わるから、ここで売却するというのも選択肢の一つではあるんですけど、積立NISAでは非課税期間終了後に売却しなければ自動的に課税口座に移って保有を続けることができます。保有を続けていれば結果的には翌年 26% のプラスになっているので、64万円は80万円くらいまで増えることになります。ここで売却した場合でも非課税口座にあった間の値上がり分はちゃんと非課税になるので、
64万円が80万円になったものとして税金は計算してもらえます。実際は40万円が80万円になっているけど、積立 NISA で保有している間の分はちゃんと非課税になってくれるので、無理に20年目で売却をする必要はないんですね。積立 NISA の制度がスタートした2018年から始めていた場合でも、20年目は2037年なので、出口戦略はまだまだ先の話ですけど、知識としては知っておいた方がいいと思います。ということで、積立 NISA の本当のリターンを検証してみました。このチャンネルでは節約とか投資とかお金に関するお話をいろいろとしています。一緒にお勉強してくださる方は他の動画も見ていってください。最後までご視聴していただきありがとうございました。